こんにちは。今回はペーパーナプキンでおしゃれで気の利いた命名皿を折りました。中にはお菓子を入れます。お友達と一緒にお茶をするとき、大きなお菓子入れに入っているお菓子にはなかなか手を出せないですよね。そんなとき、一人分ずつのお菓子を用意すると手が出しやすくなると思います。そして残ったお菓子はそのままペーパーナプキンに包んでお持ち帰りしていただくことができて、とてもおしゃれな感じがしますね。皆さんも作ってみてくださいね。